ヘイヨーケンツメシです。最近もねクララはジャニーはブロストでやっていくんですけど、まずサイトにもあった通りね、なぜケンツメシがクリスマスイブとクリスマス12月24、25動画を上げなかったっていうのね、まずは話していきたいかなと思います。まあ端的に言うと彼女と過ごしたとかでも何でもなく、まあ、当然いねえと。相手はラムライダーが彼女なんですけど、めっちゃくれた、やば、えげもレベルアップじゃね。で引っ越ししたんですよ。今俺この間東京の都内に住んでたんですけど、ちょっとケーキ食いながら話すわ、すまんな。東京の都内にいたんですけど、ちょっと離れたところに引っ越して、その分広い家に引っ越したんですよね。なにこれ、レベルマックス、これだ、これゲットしたら勝ちや、ね、ブロスターボックスで取る、これビッグボックス、ブロスターボックス、あ、これか、これから手に入るのか。で、やっていくんですけど、まあとりあえずブロスターしながらね雑談していくんだけど、今後ね、ブロスターを毎日動画上げて1ヶ月間ぐらい上げていく、まあ続けば2ヶ月かやっていくんですけど、なんかブロスター公式さんがツイッターでさ、登録者5000人以上の YouTuber が月30分上げると、てか毎日配信するとなんかその豪華なマイクとかが手に入るらしくて、まあ、もちろんその景品が欲しいっていうのもあるんですけど、ブロスターってさ動画にするのがすっげえ難しくて、でこれを見てさ、まあ別にめちゃめちゃ楽しいってわけじゃないじゃん。実際やってるの俺だし、クラロワってさ個人競技なんで見てて面白いと思うんだけど、まあ、本当にこれブロスターの動画見て面白いのって喋りがうまいか、PS があって参考になるかだと思うんですけど、俺別にそんな PSR とかじゃないんで、一応レオンはトロフィー500くらいまで上げて、まあやってるんですけど、はいはいはい、やってるんですけど別にうまいとかじゃないんで、そこじゃなくて雑談をしていこうと思ってて、毎回例えば今日の動画上げてこの動画に、コメント欄で質問書いてくれたら、次のブロスター動画、まあ次の日に上げるブロスター動画でその質問に答えた雑談をねしていこうかなと思っています。ウルトハクタイミング下手だな俺、さては。こいつをしばかんない。で、上げていこうと思います。で、引っ越しの話なんだけど、その都内からちょっと離れる割に、代わりに、家賃ちょい上げで、めっちゃ周囲に住んだの。で、本当になんかファミリー用、家族で住めるぐらいの広さらしいんですけど、待って、持ちすぎじゃない君。 OK、まあ、散らしたけど、あとはダイナマイトに頑張ってもらう感じ。あ、無理だなこれ。でその本当にファミリーで暮らせるようなところに俺一人で住んでるんですけど、まあいろんなね人を呼べるっていうのも利点としてはあるんですけど、なんでかっていうと前住んでたとこがワンルームでマジクソ狭かったんですよ。マジクソ狭くて、その配信の背景とかにもさ、結構靴とかいろいろ入ってたじゃん。靴じゃねえわ、服とかいっぱい入ってたと思うんですけど、最悪。ちょっと待って。いろいろ入ってたと思うんですけど、ケーキうまっ。引っ越したことによって、部屋が3つできたんですよ。まず、リビングでしょ？で、あとは、配信部屋。で、もう一つが、寝室。これが最強で、料理、キッチンもめっちゃ広くて、めっちゃ俺は好きなんですけど、寝室と配信部屋が別になることによって切り替わりがすごいんですよね。自分の何だろう、配信部屋に入った時は明日クララしようかってなるし、寝室入ったけど明日寝ようかってなるし、前のだから家狭すぎて俺布団敷布団で寝てたんですよ、ニトリの。なんだけどベッドがね本当に寝心地よくて疲れが取れるんですよ。これに持ってんな、あれここにいなかったよ、いた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 、やつ隠れるのうめえな、名前覚えたぞ。
いいでしょう、ウルト吐いて消えてこう、こいつをやろう、いいでしょう。でウルプリムがどっかにいたよな、こっちか、オーケー、もう勝ちだろ。で引っ越したっていうのでもうめちゃめちゃ忙しくて、24と25がで、ちょっと動画を撮る暇もなかったし、まあ、引っ越し早々ね、知り合いのクララプレイヤーとかに手伝ってもらってたんで、その方たちにとちょっと家でご飯を食べたり鍋パッタしたりねしてて、ちょっとできなかったって感じです。山本さんに誘われた動画撮影中なので、とりあえず2000ほど、で、新居引っ越してで忙しかったっていうのがまずこの24、25動画出せなかったっていう理由ですね。今してます。で、あと本当にクラロ動画も出していくんですけど、今日はブロスターだけになるんですけど、明日から通常通りクラロ動画出していくし、配信環境がめちゃめちゃ整ったんで、生放送も、ね、いっぱいしてこうかなってところと、まあ、年越し生放送もするんで、まあ、そういったところでやっていこうかなと思っております。なのでブロスターの動画で質問コーナーとか雑談を主にやっていこうかなっていうのが、ちょっと今日の動画の内容になっております。なんでまったり今日は全然喋ることないんだけど、今後ね、例えばクラロワで一番尊敬してる人は誰ですかとかでもいいし、そういうコメント書いてくれればいいかなって感じ。でもそんなにめちゃめちゃこの動画視聴つかないと思うんで、ブロスターの動画は特にね、俺に求めてるけどみんなそこじゃないと思うんで、まあまあまあ、そうなった時にまあ雑談とかでね、多分程よい視聴回数になると思うんで、まあコメントも見れるし、毎回 2,3 個ピックアップして、まあ話をしていこうかなって感じですね。意外と雑談動画こう好きって言ってくださる方が多いんで、おお待って、タロット破壊して、そこら辺もね交えてやっていかなと思います。でブロス自体は楽しいんですけど、まあ、ガチでやるかって言われるとちょっと難しいかな。まあ、レオンだけガチでトロ上げ続けたろうかなと思いますね。このキャラだけ使い続けようかなっていう、なんかいろんなキャラ分散する時間がないというか、ブロスターってやればトロフィー上がるんで、そのあれなんですよね、ユニットごとにトロフィーがあって、だいたいその1キャラ300とか上げるじゃん。それで全キャラ上げたらだいたいトロフィー5000とか6000とかいくんかな、知らないけど。で結構300までってやれば上がるかなって感じがするんですよね。なんで一つのキャラをこうガーって上げた方が存在感あんのかなっていう、わかんないけど。あーくそ、ウルト吐いて死ぬのは先般、てかやば、めちゃめちゃピンチじゃん、やつが。ああということで、まあ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 負けまくってはいるんですけども、再戦をしとくか。まあこれでね、この次の一戦で今日は終わるんですけど、まあ、とりあえず質問いっぱいくれということでございます。あとは新居で忙しかったんで動画を上げてませんでしたね。なんかクリスマスイブとクリスマスに動画上げないとかリア充みたいなことしまった。もうそんなこと全然ねえよ、普通に忙しかった、めちゃめちゃ忙しかった。年末にどうしても引っ越したくて、それはその新年っていうか、その大晦日に生放送するんですけど、新年に重大発表があって、
そういった意味でちょっと配信環境を整えておきたくてね、生放送。またまあその詳しいことはおよい言うんですけど。くしゃみ出そう。くしゃみ出そうっていうかもう出しちゃったね。なんでこう今はこうフリートークより全然実力ないんであれなんですけど、今後ねもうちょっと質問とか出てきたらたくさんまたね喋っていこうかなと思うので、まあ優しい目で見てください。でマイクとかに入れたらクララ動画バチコリ上げるし、ブラスターの動画でこういう質問コーナーやりながらでもいいけど、好評だったらまた続けていこうかなと思ってます。よいしょ。あコルト強くね、俺がいる位置がダメなんかな。でもあんなにさやつが前に出てきたらさ簡単にしばけるよな。ちょウルト入ってさこの戦場に、いやダメだコルトが強えわ。でね、この動画になんかこう名人はいらねえんだよな。いやそこなんかなんだアドバイスとかもまあ別にいらないかなって感じがしますね。やばいやばいやばい、大きいナイスナイスナイスすぎる。よいしょ、山本さんが死んだ。右奥に言うのは分かったから距離詰めてしばくか。というわけでちょっとダメダメな動画になっちゃったんですけど、まあ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 今後はね雑談中止で、山本さんも YouTube やってるんでぜひよかったらチャンネル登録してください。あてかこれめっちゃトロフィー解けるわ、やべえわ。お疲れ様でした。ボツですか。で俺結構フレンドはじめ師匠さんとか、あとあれだね、なんだっけケイン小杉さんとか結構やったりしてて、そういう部分も面白いんで動画中にこうガンガン誘っていけたらいいかなと思います。ということでこんな感じでブロスト動画も楽しくワイワイ上げていくので、ぜひね皆さんも、まあ、ブロスやってみてください。本当に面白いゲームなんで、まあ、自分はクララの方やっぱり集中したいという部分が出てきているので、まあ、そんな感じで近況報告動画でした。ごめんねこんな感じのちょっと雑な動画ですけど、また次回もお願いします。おつめし。